政治アナリストの伊藤敦夫さんです。このニュースからいきましょう。民進離党ドミノ、鈴木氏会見、劉氏は今日判断。東京新聞の総合面からです。民進党の鈴木義弘衆議院議員は昨日、大島敦幹事長に離党届を提出しました。また劉博文、福島信之、岸本周平の衆議院議員3氏も大島氏と会談。劉氏は今日にも離党するかどうか判断すると伝えた模様です。福島氏は東京新聞の取材に対し、離党は現段階で白紙だと強調。岸本氏は幹事長から慰留を受けたことは重く受け止めると語っており、両氏は今後慎重に検討するとみられます。なお離党届を提出した鈴木氏は記者会見し、離党の理由に前原誠司代表が共産党との連携の見直しを進めていないことを挙げました。鈴木氏は8月に民進党を離党した細野豪志元環境大臣が率いるグループに所属していたことから、今後細野氏と連携していくとみられると記事では伝えています。伊藤さん、はい、正直言って共産党との連携って僕言い訳にしか聞こえないんですよね。だって言い訳ですからだってまだ前原さんは代表になってから共産党との今後の選挙に向けてですね、どういう協力関係を組んでいくのか組んでいかないのか、まだその方針出してないんですよ。出してない段階で見直しを進めてないとかわけのわかんないこと言ってね、だから、まあ、はっきり言ってこの人たちは、まあね、ナンパ船から、ね、さっさと逃げ出すネズミ、的な雰囲気しか感じられないですね。で、昨日の会見、鈴木さんの会見のところになんかひょっこり細野さんが顔出してきたってでしょ。なんで来るんですか、俺が引っ張り出したんだよっていう話ですかね。なんか細野さん自身やっぱり、まあ、グループとかいうもののある種派閥のトップだったわけですよ。でその人がさっさと離党してですね、後から元その派閥の所属のメンバーがそろりそろりと出てくるって何なんでしょうね、この政党ね。自民党で派閥のトップが党を割って出てですねあとしばらくついてこないでちょろちょろ後からついてくるなんてありえないですよね。まあ、以前畑勤さんとか小沢一郎さんがこう自民党を割って出た時ってのは、その要するに二大政党を作りたいって畑勤さんの非常に大きなこう願望という、それを実現するっていう大義名分があったんですけど、今回感じませんね。要するにもう民進党に見切りつけたと、このまま民進党に行っても自分が選挙危ないなと、出てなんか違う政党を作った方がまだ可能性あるんじゃないのっていう、そういう話でしょ。でこの間先週か、私畑勤さんの葬儀へ行ってきたんですよ、はい。でまあ、民主党を作った頃のね、OB の皆さんも随分いて、その人たちとも話をしたんですけれども、なんかこうその当時みんなこうやっぱり最終的には二大政党制、政権交代可能の政治構造を作るんだということで迫力ありましたよね。みんなやる気もあったし、でその頃と比べるとなんか今の民進党ってどうなの、いう感じでしかないんですよね。だから前にもこの番組で申し上げたように、あんたたち自覚が足んないよと。あんたたちがボロボロになったら結局それこそ一強多着状態をそのままずっと続ける状況が続くだけで、喜ぶの自民党だけじゃないですかと。その辺分からずになんか出たり入ったりね、くっついたり離れたりね、何やってんだこの人たちって話になっちゃいますよね。あ、そういえば畑勤さんっていうとね、信州ご出身ですからお蕎麦が大好きだったんだよな。そう、よく連れてかれましたよ。内鞘町にね、畑さんがよく行く蕎麦屋さんがあってね、そこをみんなで蕎麦食いに行って、いろいろ懐かしい思い出がある。本当に政治の世界で僕いろんな政治家の方と、まあ、もちろんお付き合いしてましたけど、まあ、一番と言っちゃ失礼ですけど、もうベスト3、人柄の良さ、間違いなくベスト3に入る方でしたね。ですね。はい。その民進党のニュースに触れながら、今日の木曜日恒例の伊藤敦夫さんの川柳です。民進が離れて寂し前の原敦夫。民進が、この民進が民の心になっています。民進が離れて寂し前の原。はい。前の原っぱという意味ですけどね。はい。前の原っぱ、ついこの間までは子供たちが駆け回ってね、笑い声が聞こえてたんですけど、ふっと気がつくと原っぱもう草ぼうぼうになっちゃってね、子供たち遊べなくなっちゃって、もうこの原っぱダメだな、今秋風がビュービュー吹き始めてるという、そういう情景をちょっとね、描写してみたんですけど、切ないですな、
で、まあ、今日はあの民進党の話中心というよりは、うん、あのちょっとこう角度を変えまして、ふっとこの今の、ね、民進党の動き、まあ、いわゆる離党組がねぞろぞろ出てくるような動きを見ていて思い出したんですが、このずっとこう遡って思い返してみるとですね、1992年に細川護熙さん元総理大臣が、日本新党という政党を作ってですね、でそこからいわゆる新党の時代というのが始まって、まあ、そのことはだいぶ前に一度ここでもお話したかもしれないですけど、でその後今日に至るまでだいたい50とか60新党が生まれて、まあ、その大半が消えていってるわけですよね。である意味で言うと今の民進党っていうのはそういう新党の時代の、まあ、ある種大取り、最後の取り出と言ってもいいのかもしれないですけど、まあ、そういう存在のような気がするんですよ。でその民進党が、まあ、今危機的な状況に追い込まれているわけですけれども、そこでまた思い出したのはこの50、60新党立ち上がりましたけど、この新党の結成のパターンというのは3つに分かれるんですね。で1つは創業型、もう1つは分裂型で、最後の1つが合併型なんですよ。で創業型っていうのは例えばその極めて知名度の高い政治家だとか、まあ、カリスマ的な、ね、政治家の方ですね。例えば具体的に言うと細川さんとか、みんなの党を作った時の渡辺芳美さんもそうだし、だから維新の会の作った時の橋本徹さん、こういう人がやっぱりこうなんていうかな、トップ非常にこう人気知名度の高いトップがほとんど一人で作り上げるっていう方なんですよね、うん、それから分裂型っていうのは、まあ、大きな政党を割って、新しい政党を立ち上げるっていうパターンですけれども、うん、この分裂型でいうと例えば自民党、さっき栗山さんがおっしゃったように自民党を割って、うん、94年ですね、飛び出した新政党を作った羽田さん小沢さんたち、うん、それから、その時ほぼ同時に飛び出した新党先駆けというのを作った、はい、竹村正義さんとか、はい、今の鳩山由紀夫さん、こういう人たちが、まあ、新党先駆けっていうのを作った、これなんかそうだし、うん、それから新進党がこう回答した時に一挙に7つか8つ新党ができたんですね、はいはい、これ自分から分裂したというよりは回答しちゃったから仕方なく分裂したわけですけど、うん、でその時小沢さんは自由党っていうのを作って、それから旧民社党系の人が新党友愛とかいうのを作って、旧自民党系反小沢グループっていうのが最初ね国民の声って作ったんですね。ああそんなあったんだ。もう瞬間的にね、はい、すぐなくなったんですけど、あんまりふざけた名前だったんで、うん、なんでそんな名前つけたんだってメンバーに聞いたことがあるんですよ。したらだって国会で質問するとき国民の声を代表してって言えるじゃないのって言うからふざけたこと言うなっ って怒ったことがあるんですけどね、うん、まあ、それすぐなくなって、民政党という政党にこう、はい、僕がいた太陽党と合併して民政党という政党になって、伊藤麻生さん太陽党ですね、八田勤さんがね通してらっしゃって、うん、この間だいぶ前ですけど石原さんが突然太陽の党とかいうのを作って、それと ね混同されてしまってね、うん、それとは全然違いますから、のが入るか入らないか全く違うんでね、まあ、それなんかが、まあ、分裂型の一つ典型ですね。から合併型っていうのは、まあ、一番大きなものでいうと新進党ってなりましたね、うん、これ細川政権が崩壊して、あの時自民党って前ですよね、その非自民連立政権の中で、のけ者にされてた、うん、不遇の状況に置かれてた社会党、当時の社会党と先駆けをうまいこと抱き込んでね、うん、自社連立政権作っちゃった、はいはい、自民党したたかですねやっぱりね、うん、でその残ったその細川政権に参加してた連中が一緒になって、うん、だから新政党でしょ、それから公明党も入ってたし、はい、民社党、旧民社党も入ってたし、こういう人たちが全部糾合して新進党という政党を合併してね、うん、作ったわけですね。からもう一つは合併型の象徴というのはまさに今の民進党です、はい、でちなみに民進党ってどういう経緯をたどってきてるかというとですね、これも皆さん分からないし、うん、忘れてると思うんですけど、最初はね旧新党先駆け系の皆さんと社会党系の皆さんが一緒になって、うん、まず旧民主党というのを作ったんですよ、うん、でその後にその旧民主党と、まあ、僕なんかも一緒に行った民政党というですね自民党系の、うん、まあ、いわば新進党経由、うん、自民党系、の人たちが合流して新民主党になったわけです、うん、でまたしばらくしてから今度は小沢さんたち自由党が合流して、新進自民民主党になったわけですよ、うん、で、その後
今度は日本新党系の、まあ、江田健二さんとかね、うん、松野さんなんて一回民進党から飛び出して維新の会行ってまた戻ってるっていう経緯なんですけどそういう日本維新の党 の, あのあ一部っていうかな、うん、半分ぐらいですね、それが合流して今の民進党という政党に変わってるわけです。ですからもう何度も何度も合併を繰り返して今の民進党という形になってるわけですね、うん、でこの3つのパターンをですねこうちょっとこう俯瞰してみるっていうかな、その後の歩みみたいなものをちょっと検証してみると面白いんですけど、まず創業型っていうのは創業者が、まあ、人気が落ちたりですね、うん、あるいは創業者が引っ込んだりすると途端にガタガタになるんですね、うん、まあ、大阪維新はまだ頑張ってますけど、うん、でもまあ橋本さんがねトップで人気があった頃に比べるとどうもこう落ち着いてきた感が、はい、日本新党はまあそのまま、まあ、九州合併されてるし先駆けもそういうことですね。だからトップ創業者の力で作った政党っていうのは創業者がどうかなるとガタガタになっていってしまうっていうこの一つのパターンですね。それから逆に分裂型っていうのはですねこれその後どうもね合併の方向に傾くんですよ、うん、分裂した同士か、同士でもあるし同士でもないのは、うん、どっちにしても一度分裂するけどやっぱりどっかとくっつくっていうパターンが多いんですね、うん、例えばその新政党という政党ね、小沢さん、畑さんが作った政党はその後新進党になりましたね、うん、で先駆けもそうですね、民主党にこう合流してる、うん、から小沢さんの自由党も、結局は民主党に合流している、うん、合流したけどその後また自由党に戻っちゃうんだね、うん、でこれが大体分裂型の、まあ、その後のパターンです。大体合併の方向に動く。で最後残った合併型ってやつですけど、うん、この合併型っていうのは逆にしばらくすると分裂する傾向が強いんですよね。変だね。核融合したところは核分裂していくっていうね、うん、傾向がどうも強くて、例えば自民党との二大政党制を目指した新進党という政党ありましたね、うん、あれ結局内部の亀裂がこう修復不能になっちゃって、うん、小沢さんがいきなり解党だっつって、うん、解党しちゃったわけですね。で民主党もさっきちょっと触れましたけど最後の方野田政権の時にですね消費税の問題等々をめぐって小沢さんたちがグループを率いて党を割って出ちゃったわけですよね、うん、でこれが、まあ、ある意味で言うと民主党政権崩壊のこう決定的な、ね、一つの要因になったわけですよね、うん、まあ、しかしそこでまあ一つ分裂をした。でやっぱりねそのいろんな政党が寄り集まるっていうのはそれぞれの政党の中にはそれなりのこう積み上げてきた歴史みたいなものがあるし、それから独特のそれぞれ政党の中で文化風習があるんですよ。僕は民主党に合流した時一番びっくりしたのはいわゆる旧社会党系と自民党系ではその要するに用語すら違うんですね言葉。へー。例えば旧自民党系は統一地方選挙ってよく言うじゃないですか、はい、これ一般的でしょ、うん、旧社会党系絶対それ言わないんです。何て言うんですか。統一自治体選挙って言うんですよ。へー。で地方選挙か自治体選挙かをめぐって3時間も4時間も議論するわけですよ、うん、バカじゃねえのかと思ったんですけど、うん、結局最後どうなったか統一地方自治体選挙になったわけ、くっついてあったわけなんですけど、まあ、その外に人間がするとどっちでもいいよね。でもそこは要するに、ね、文化なんですよ。譲れないんだ。地方っていうのは中央と地方で失礼だと、はあ、自治体と呼べっていうのが旧社会と。今普通に統一地方選挙になってますよ ね。そういうふうに用語一つでも違うんですよ、うん、だからそういうその歴史とか文化とか風習だとかっていうのがこう違ったものが合併するっていうのは、うん、まっさら人間がより集めてこう一つのものを作るよりずっと難しいんですね、うん、多分ね。で例えば民間の企業だって合併した場合はそのトップをたすき掛け人事、うん、A と B がくっついたら最初は A が社長だったら次は B が社長とかね、いろいろ苦労して10年も20年もかかってやっと融合していくわけですよね。まあ、企業の場合は合併したらそれまた分裂したら企業潰れちゃうって思いがあるから簡単には分裂しないんですけど、でも要するに文化を一つのものに作り上げていくためには10年20年かかるわけですよ。今銀行それで苦しんでるって話ですよね。まあかつての新日鉄なんかもそうだったって話聞いたことありますよね。八幡と富士では全然文化が違ったとかね。でそういう意味で言うとなかなか難しいのかな。で僕よく言うのは文化っていうのは交流はできても融合できないんじゃないのって言ってるんですよね。文化交流ってできますよね。文化の融合ってなかなか難しいと思うんですよ、まあ、そういう部分もあって要するに合併型の政党っていうのはどうも分裂に傾いていくと。で今の民進党はねまさにそんな感じなんですけど、でそれに対してじゃあ自民党ってどうだったのかって考えるとですね、
確かにあの例えば河野洋平さん、今の河野太郎外務大臣のお父さんたちが、まあ、西岡武雄さんとか何人かの人たちがですね、自民党を飛び出して新自由クラブというのを作ったことあるんですね、はい、だけどまた戻っちゃったんですよね、うん、それからさっきも言ったようにその小沢さん、畑さんたちと竹村さんたちが党を割って出たこともある。ただこれ決定的な分裂じゃないんですよね、一部の離党なんですよね、うん、で一方で言うとそのじゃ あの自民党って合併したことがあるのか、うん、最初だけ合併ですよね、はい、そうですね、保守合同つって、うん、自由党と民主党が合併して、うん、今の自由民主党になったわけですね、最初だけ、うん、でその後人が増えたりしてるんですけど、例えば一回その自民党を飛び出した人をもう一回吸収するとか、それからそうじゃなくて外にいた人で保守系の人間を吸収していくとかいうことはありました、一本釣りとか言ってね、うん、それはあったんですけど、要するに合併はないんですよ、うん、最初しか、はい、でその意味で言うと根幹部分というのは1909なかったのかな、今ちょっと、はい、この文化放送の建物が揺れて今スタジオの震度計には出ていないんですが、うん、出ましたね、9時27分ごろ、今文化放送があります浜松町は地震を感じました、地震の揺れ、震度1という数字です。一瞬あの縦揺れのような形に文化放送では感じましたが、9時27分に震度1の揺れ、文化放送の地震計は観測しています。はい、で自民党の話に戻ると、自民党は結局1955年に結党したわけですね、自由民主党という形 でそれ以来一度も分裂もなければ合併もないんですよ、うん、民主党政権ができた時のあの大ブームで自民党議席3分の1ぐらいに減ったことありますけど、それでもほとんど離党者出なかったんですね、うん、やっぱりねこういうのを見てると新党対自民党の対比を見てるとね、やっぱりこう新党いくら自民党にこう挑戦してみても結局はこう敗れ去ってるっていう状況がこういうとこからも読み取れるわけですよ、うん、やっぱり根幹の部分が揺るいでない政党としょっちゅ こう揺るぎまくってる政党ではですね、やっぱり力の違いっていうのがあるのかなと、うん、なんかしみじみそんな感じがするんですね、うん、で今また民進党がそれこそまあ決闘以来の危機ですよ、都議選で負けた蓮舫さんを、まあ、やめろやめろで党首から引きずり下ろした、支持率は一向に上昇しない、うん、でここへ来た相次ぐ離党者、党内で話が聞くとこのまま衰退していくのを待つよりはいっそ回答した方がいいじゃないかと、うん、で考え方の近い人間だけでね小規模になったとしても、うん、もうそれぞれ別の政党立ち上げた方がいいんじゃないのっていう声まで出てきている、うん、ただねそれ難しいのは、うん、回答しないとですね、まあ、変な言い方ですけどいわゆる左系の人っていうかな、うん、リベラル系の人って回答したところで、うん、出てったところで行き場がないんですよ、うん、だから結局回答という作業を取らないと、うん、いつまでたってもその考え方の違いの人間が同居したままで行くしかないっていう状況だと思うんですね、うん、それをいつまでも続けていくのかどうか、うん、その意味で言うと今民進党本当に意味で正念場に差し掛かってるのかなという感じがしますよね、うん、はい、地震の情報です、はい、先ほど午前9時27分ごろ地震がありました。震度3以上の地域は、埼玉県北部が震度3、埼玉県南部、そして東京都23区、東京都多摩東部、神奈川県東部が震度3を観測しています。今後の情報が入り次第またお伝えします。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。はい、今の伊藤和夫さんのお話聞いてて、自民党のしたたかさっていう面で見ると、例えば今現在の自民党幹事長の二階さん、うん、小沢さんと一緒に党を割ってますよね、はいはい、で今一方安倍さんの、まあ、対抗といえばライバルといえば石破茂さんと言われています、はい、石破茂さんも一回自民党出てるんですよね。小沢さんたちと一緒に新進党でね行ってますよね、新政党新政党ってますよね、はい、でそういう人たちまた吸収して、うん、一人は幹事長、また石破さんも幹事長やってましたよね、うんうん、はい、なんかこの自民党のしぶとい生命力みたいなのはすごく感じますね、はい、そうですね、まあ、いい言葉で言えば懐の深さというかな、うん、悪い言葉で言えば融通無碍というかですね、もう何でも吸収しちゃうというね、ブラックホールのような政党ね、言ってもいいかもしれないけど、やっぱりそこのしたたかさの違いというんですかね、うん、だからやっぱりねこの歴史にね、うん、学ぶべきなんですよ政治家って皆さんね、うん、でその意味で言うと民進党の皆さんにはやっぱり過去のそういう合併型の政党がどういうね、うん、
あの道を歩んできたのかっていうのをよく勉強してですね、それからスタートしてほしかったんですよ ね、はい、あとその伊藤敦夫さんのお話の中で、その例えば民進党はあの、まあ、要するに憲法問題にしても、うん、まあ、いわゆる社会保障にしても、うん、税の問題にしても、みんなそうだよな、この方向だよなっていう人たちが、有志が集まった政党になった方が、うん、有権者側が例えば、うん、小選挙区で比例代表制で政党名を書くときに書きやすいでしょ。ところが今の民進党だと書きにくいっていうのはありますよね、うんうん、あの本来理想系の政党の作り方っていうのは同じ考えを持った民間人が集まってきてですね、こういう政治をやってほしいねって言ってる中で、やってくんないね、じゃあ自分たちで政治の世界に入ろうかって入ってくるっていうのが、本当は政党の成り立ちとしては本来の姿なわけですから、まず最初に政策、基本政策とか理念があって、それに共鳴する人たちが集まってくるっていうのが、まあ、本来の姿なんですね、本当はね。逆に政党ありきで集まってきた人間が、さあじゃあ政策協議しましょうとか、党の基本方針決めましょうっていうのは、これ考え方として本来逆なんですよね。なんか議席ありのなんか、うん、ね、それ先行しちゃってるとなんかな、まあ、政治ですから数の力って当然必要なんで、うん、自民党に対抗するためには数を結集しなきゃいけない、うん、それを何度も何度もみんなやってきてるわけですよ、うん、で結集した途端にばらけていくわけでしょ、うん、もういい加減その過去の歴史にきちっと学んで、そういう失敗を繰り返さないためにはどうしたらいいだろうかという再スタートを切らないとね。ね、ね、キーンって回答しちゃえばいいね。あ、そっちは溶けたね、うん。凍ってたのは溶けるけ、ね、はい。そっちでもいいんじゃないのっていう感じがしますけどね。はい、木曜日の深読みジャパン、政治アナリストの伊藤敦夫さんでした。来週もよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。今の自由民主党になったわけですね。最初だけ。うん、でその後人は増えたりしてるんですけど、例えば一回その自民党を飛び出した人をもう一回吸収するとか、それからそうじゃなくて外にいた人で保守系の人間を吸収していくとかいうことはありました。一本釣りとか言ってね、うん、それはあったんですけど、要するに合併はないんですよ、うん、最初しか、はい、でその意味で言うと根幹部分というのは今ちょっと、はい、この文化放送の建物が揺れて、今スタジオの震度計には出ていないんですが、うん、あ、はい、出ましたね、9時27分ごろ、今文化放送があります浜松町は地震を感じました。地震の揺れ、震度1という数字です。一瞬あの縦揺れのような形に文化放送では感じましたが、うん、9時27分に震度1の揺れ、文化放送の地震計は観測しています。はい、で自民党の話に戻ると、自民党は結局1955年に結党したわけですね、自由民主党という形 で、それ以来一度も分裂もなければ合併もないんですよ、うん、民主党政権ができた時 の、 あの大ブームで自民党議席3分の1ぐらいに減ったことありますけど、それでもほとんど離党者出なかったんですね、うん、やっぱりねこういうのを見てると、新党対自民党の対比を見てるとね、やっぱりこう新党いくら自民党にこう挑戦してみても結局はこう敗れ去ってるっていう状況が、こういうとこからも読み取れるわけですよ、うん、やっぱり根幹の部分が揺るいでない政党と、しょっちゅ こう揺るぎまくってる政党ではですね、やっぱり力の違いっていうのがあるのかなと、うん、なんかしみじみそんな感じがするんですね、うん、で今また民進党がそれこそまあ決闘エアの危機ですよ、都議選で負けた蓮舫さんを、まあ、やめろやめろで同志から引きずり下ろした、支持率は一向に上昇しない、うん、でここへ来た相次ぐ離党者、党内で話が聞くとこのまま衰退していくのを待つよりはいっそ回答した方がいいんじゃないかと、うん、で考え方の近い人間だけでね、小規模になったとしても、うん、もうそれぞれ別の政党を立ち上げた方がいいんじゃないのっていう声まで出てきている、うん、ただねそれ難しいのは、うん、回答しないとですね、まあ、変な言い方ですけど、いわゆる左系の人っていうかな、うん、リベラル系の人って回答したところで、うん、出てったところで行き場がないんですよ、うん、だから結局回答という作業を取らないと、うん、いつまでたってもその考え方の違いや人間が同居したままで行くしかないっていう状況だと思うんですね、うん、それをいつまでも続けていくのかどうか、うん、その意味で言うと今民進党本当に意味で正念場に差し掛かってるのかなという感じがしますよね、うん、はい、地震の情報です、はい、先ほど午前9時27分ごろ地震がありました。震度3以上の地域は、埼玉県北部が震度3、埼玉県南部、そして東京の、じゃあ、あの自民党って合併したことがあるのか、うん、
最初だけ合併してね、はい、そうですね、保守合同っつって、うん、自由党と民主党が合併して、うん、今の自由民主党になったわけですね、最初だけ、うん、でその後人は増えたりしてるんですけど、例えば一回その自民党を飛び出した人をもう一回吸収するとか、それからそうじゃなくて外にいた人で保守系の人間を吸収していくとかいうことはありました、一本釣りとか言ってね、うん、それはあったんですけど、要するに合併はないんですよ、うん、最初しか、はい、でその意味で言うと根幹部分というのは1909なかったかな、今ちょっと、はい、この文化放送の建物が揺れて今スタジオの震度計には出ていないんですが、うん、あ、はい、出ましたね、9時27分ごろ、今文化放送があります浜松町は地震を感じました、地震の揺れ、震度1という数字です、一瞬あの縦揺れのような形に文化放送では感じましたが、9時27分に震度1の揺れ、文化放送の地震計は観測しています。はい、で自民党の話に戻ると、自民党は結局1955年に結党したわけですね、自由民主党という形 でそれ以来一度も分裂もなければ合併もないんですよ、うん、民主党政権ができた時の大ブームで自民党議席3分の1ぐらいに減ったことありますけど、それでもほとんど離党者出なかったんですね、うん、やっぱりねこういうのを見てると新党対自民党の対比を見てるとね、やっぱりこう新党いくら自民党にこう挑戦してみても結局はこう破れ去ってるっていう状況がこういうとこからも読み取れるわけですよ、うん、やっぱり根幹の部分が揺るいでない政党としょっちゅうこう揺るぎまくってる政党ではですね、やっぱり力の違いっていうのがあるのかなと、うん、なんかしみじみそんな感じがするんですね、うん、で今また民進党がそれこそまあ決闘以来の危機ですよ、都議選で負けた蓮舫さんを、まあ、やめろやめろで同志から引きずり下ろした、支持率は一向に上昇しない、うん、でここへ来た相次ぐ離党者、党内で話が聞くとこのまま衰退していくのを待つよりはいっそ回答した方がいいんじゃないかと、うん、で考え方の近い人間だけでね小規模になったとしても、うん、もうそれぞれ別の政党立ち上げた方がいいんじゃないのっていう声まで出てきている、うん、ただねそれ難しいのは、うん、回答しないとですね、まあ、変な言い方ですけどいわゆる左系の人っていうかな、うん、リベラル系の人って回答したところで、うん、出てったところで行き場がないんですよ、うん、だから結局回答という作業を取らないと、うん、いつまでたってもその考え方の違う人間が同居したままで行くしかないっていう状況だと思うんですね、うん、でそれをいつまでも続けていくのかどうか、うん、その意味で言うと今民進党本当に意味で正念場に差し掛かってるのかなという感じがしますよね、うん、はい、地震の情報です、はい、先ほど午前9時27分ごろ地震、こういうとこからも読み取れるわけですよ、うん、やっぱり根幹の部分が揺るいでない政党としょっちゅうこう揺るぎまくってる政党ではですね、やっぱり力の違いっていうのがあるのかなと、うん、なんかしみじみそんな感じがするんですね、うん、で今また民進党がそれこそまあ決闘以来の危機ですよ、都議選で負けた、蓮舫さんを、まあ、やめろやめろで同志から引きずり下ろした、支持率は一向に上昇しない、うん、でここへ来た相次ぐ離党者、党内で話が聞くとこのまま衰退していくのを待つよりはいっそ回答した方がいいんじゃないかと、うん、で考え方の近い人間だけでね小規模になったとしても、うん、もうそれぞれ別の政党立ち上げた方がいいんじゃないのっていう声まで出てきている、うん、ただねそれ難しいのは、うん、回答しないとですね、まあ、変な言い方ですけどいわゆる、左系の人っていうかな、うん、リベラル系の人って回答したところで、うん、出てったところで行き場がないんですよ、うん、だから結局回答という作業を取らないと、うん、いつまでたってもその考え方の違いや人間が同居したままで行くしかないっていう状況だと思うんですね、うん、それをいつまでも続けていくのかどうか、うん、その意味で言うと今民進党本当に意味で正念場に差し掛かっているのかなという感じがしますよね、うん、はい、地震の情報です、はい、先ほど午前9時27分ごろ地震がありました。震度3以上の地域は、埼玉県北部が震度3、埼玉県南部、そして東京都23区、東京都多摩東部、神奈川県東部が震度3を観測しています。今後の情報が入り次第またお伝えします。この地震による津波の心配はありません。地震の情報でした。はい、
今の伊藤敦夫さんのお話聞いてて、あの自民党のしたたかさっていう面で見ると、例えば今現在の自民党幹事長の二階さん、小沢さんと一緒に党を割ってますよね、はいはい、で今一方あの安倍さんの、まあ、対抗といえばライバルといえば石破茂さんと言われています、はい、石破茂さんも一回自民党出てるんですよね。あの小沢さんと一緒に新進党ね行ってますよね、新生党新生党行ってますよね、はい、でそういう人たちまた吸収して、うん、一人は幹事長、また石破さんも幹事長やってましたよね、うんうん、はい、なんかあのこの自民党のしぶとい生命力みたいなのはすごく感じますね、はい、そうですね、あの、まあ、いい言葉で言えば懐の深さというかな、うん、悪い言葉で言えば融通無碍というかですね、もう何でも吸収しちゃうというね、ブラックホールのような政党ね、言ってもいいかもしれないけど、やっぱりそこのしたたかさの違いというんですかね、うん、だからやっぱりね、この歴史にね、うん、学ぶべきなんですよ政治家って皆さんね、うん、でその意味で言うと民進党の皆さんにはやっぱり過去のそういう合併型の政党がどういう、ね、うん、あの道を歩んできたのかっていうのをよく勉強してですね、それからスタートしてほしかったんですよ ね、はい、あとその伊藤敦夫さんのお話の中で、その例えば民進党はあの、まあ、要するに憲法問題にしても、うん、まあ、この選挙に向けてですね、どういう協力関係を組んでいくのか組んでいかないのか、まだその方針出してないんですよ、出してない段階で見直しを進めてないとかわけのわかんないこと言ってね、だから、まあ、はっきり言ってこの人たちは、まあね、ナンパ船から、ね、さっさと逃げ出すネズミ、うん、的な雰囲気しか感じられないですね、うん、で昨日の会見、鈴木さんの会見のところになんかひょっこり細野さんが顔出してきたってでしょ、なんで来るんですか、うん、俺が引っ張り出したんだよっていう話ですかね、なんかあの細野さん自身やっぱり、まあ、グループとはいうもののある種派閥のトップだったわけですよ、でその人がさっさと離党してですね、後から元その派閥の所属のメンバーがそろりそろりと出てくるって何なんでしょうねこの政党ね、あの自民党で派閥のトップが党を割って出てですねあとしばらくついてこないでちょろちょろ後からついてくるとありえないですよね、まあ、以前あの畑勤さんとか小沢一郎さんがこう自民党割って出た時ってのは、うん、その要するに二大政党作りたいって畑勤さんの非常に大きなこう願望という、うんうん、それを実現するっていう大義名分があったんですけど、今回感じませんね、はい、要するにもう民進党に見切りつけたと、うん、このまま民進党にいても自分が選挙危ないなと、出てなんか違う政党を作った方がまだ可能性あるんじゃないのっていうそういう話でしょ、うん、でこの間あの、うん、先週か、私畑勤さんの葬儀へ行ってきたんですよ、はい、でまあ、民主党を作った頃のね、うん、OB の皆さんも随分いてその人たちとも話をしたんですけれども、なんかこうその当時みんなこうやっぱり最終的には二大政党制政権交代可能の政治構造を作るんだということで迫力ありましたよね、みんなやる気もあったし、でその頃と比べるとなんか今の民進党ってどうなの、うん、いう感じでしかないんですよね。だから前にもこの番組で申し上げたように、あんたたち自覚が足んないよと、あんたたちがボロボロになったら結局それこそ一強多着状態をそのままずっと続ける状況が続くだけで、喜ぶの自民党だけじゃないですかと、その辺分からずになんか出たり入ったりね、くっついたり離れたりね、何やってんだこの人たちって話になっちゃいますよ ね、あ、そういえば畑勤さんというとね、信州ご出身ですからお蕎麦が大好きだったんだよな。そう、あのよく連れてかれましたよ、内茶屋町にね、畑さんがよく行く蕎麦屋さんがあってね、そこをみんなで蕎麦食いに行って、いろいろ懐かしい思い出がある。本当にあの政治の世界で僕いろんな政治家の方と、まあ、お付き合いしてましたけど、もう、まあ、一番と言っちゃ失礼ですけど、もうベスト3人柄の良さ、間違いなくベスト3に入る方でした ね、はい、その民進党のニュースに触れながら今日の木曜日恒例の伊藤敦夫さんの八幡と富士では全然文化が違ったとかね、でそういう意味で言うとなかなか難しいのかな。で僕よく言うのは文化っていうのは交流はできても融合できないんじゃないのって言ってるんですよね。文化交流ってできますよね、文化の融合ってなかなか難しいと思うんですよ、まあ、そういう部分もあって、要するに合併型の政党っていうのはどうも分裂に傾いていくと、で今の民進党は、ね、まさにそんな感じなんですけど、でそれに対してじゃあ自民党ってどうだったのかって考えるとですね、確かにあの例えば河野洋平さん、今の河野太郎外務大臣のお父さんたちが、まあ、西岡武夫さんとか何人かの人たちがですね、自民党を飛び出して新自由クラブというのを作ったことあるんですね、だけどまた戻っちゃったんですよね、それから
さっきも言ったようにその小沢さん、畑さんたちと竹村さんたちが党を割って出たこともある、うん、ただこれ決定的な分裂じゃないんですよね。一部の離党なんですね、うん、で一方で言うとそのじゃ あの自民党って合併したことがあるのか、うん、最初だけ合併ですよね、はい、そうですね、保守合同つって、うん、自由党と民主党が合併して、うん、今の自由民主党になったわけですね、最初だけ、うん、でその後人が増えたりしてるんですけど、例えば一回その自民党を取り出した人をもう一回吸収するとか、それからそうじゃなくて外にいた人で保守系の人間を吸収していくとかいうことはありました。一本釣りとか言ってね、うん、それはあったんですけど、要するに合併はないんですよ、うん、最初しか、はい、でその意味で言うと根幹部分というのは1909何かあったのかな、今ちょっと、はい、この文化放送の建物が揺れて今スタジオの震度計には出ていないんですが、うん、あ、はい、出ましたね、9時27分ごろ、今文化放送があります浜松町は地震を感じました。地震の揺れ、震度1という数字です。一瞬あの縦揺れのような形に文化放送では感じましたが、9時27分に震度1の揺れ、文化放送の地震計は観測しています。はい、では自民党の話に戻ると、自民党は結局1955年に結党したわけですね、自由民主党という形 でそれ以来一度も分裂もなければ合併もないんですよ、うん、民主党政権ができた時の大ブームで自民党議席3分の1ぐらいに減ったことありますけど、それでもほとんど離党者出なかったんですね、うん、やっぱりねこういうのを見てると新党対自民党の対比を見てるとね、これやっぱりこう新党いくら自民党にこう挑戦してみても結局はこう敗れ去ってるっていう状況がこういうとこからも読み取れるわけですよ、うん、やっぱり根幹の部分が揺るいでない政党と、うん、しょっちゅうこう揺るぎまくってる政党ではですね、やっぱり力の違いっていうのがあるのかなと、うん、なんかしみじみそんな感じがするんですね、うん、で今また民進党がそれこそまあ決闘やような危機ですよ、うん、